緑の泉で僕らは遊ぶ。緑の泉は楽しいところ。霧が深くて外が見えない。だけど僕らは怖くない。ここに太陽はないけれど、僕らは太陽じゃないけれど、だからこそ泉は緑でムッターの色に染まっている。僕らの色に染まっている。ねえ、愛してる？ねえ、抱いてくれる？僕らが必要？僕らが怖い？ここが僕らのお家だから帰りたいなんて思わない。ここが僕らのゆりかごだから帰るところはどこにもない。永遠なんてわからない。だけど永遠にここにいたい。ずっとここが僕の家。ずっとここにいるみんなが兄弟。緑の泉で僕らは遊ぶ。緑の泉は楽しいところ。僕らは太陽じゃないけれど、本当の太陽が生まれたらきっと僕らは消えてしまう。
違う。綺麗な寝顔が好きって言ったら、やっぱり今でも怒るのかな。私もあんたに秘密があるんだよ。こ
度目だね。大きくなっても変わらないんだ、私たちの関係って。ありがとう。あんたは私なんかにはもったいない男だったよ。ないのかしら。
こんにちは、綾瀬さん。神父様。私を殺すの？は？ええ、神父ですよ、綾瀬さん。先日あなたに教会まで案内していただいたバレリア・トリファです。ここはいいところですね。ひょうたんから駒と言うべきか、実に面白いことになっている。リザからの贈り物とでも思いましょう。我に天運ありと。シスター？ええ、ああ、あなたには見えませんか、この子供たちが。私も一人一人の名前は知らない。アーだのベーだのアインだのツバイ。しかし顔は覚えている。その魂を記憶している。可愛い子らだ。救ってやらねばなりますまい。死に別れた兄弟に再会できて嬉しいですか。ええ、その願いは叶えましょう。あなた方は私にとって勝利の天使だ。兄弟。イザークが哀れでならない。そうでしょう。そうですとも。そしてだからこそ、一人だけ仲間外れのヨハンもまたかわいそう。兄弟ならば皆が一緒に。彼らはそう望んでいますが、あなたはどうですか、綾瀬さん。あなたに罪というものがあるのなら、それは無知であったこと。蚊帳の外は辛かったでしょう。仲間外れは悲しかったでしょう。いつも思っていたはずだ。私もその輪に入りたい。ならばよし、あなたにできることを教えましょう。彼らがあなたを誘ってくれる。彼らは傷つく子供を見ていられない。答えをお聞かせ願いたい。これは夢だが、
夢ではない。あなたはそれを知るべきだ。
今日はスプーンを曲げれたの。昨日はカードの絵が見えたの。誠一いい人はアッセンは喋れないけど、二人だけのお話はできるみたい。少し頭が痛いかな。鼻血がずっと止まらない。ねえムッタ、踏んだ跡が動かなくなっちゃったよ。もう6時間もお目目をずっと開けっぱなし。悲しいね。でも僕たちは幸せなんだ。この人、知ってる。なんだか怖い。前にお菓子をもらったよ。いい人なんじゃないのかな。でも、目が僕たちを見ていない。もう、誰も見ていない。じゃあ、心の色を見通せる？前にそういうことができるって
言ってたじゃない。見えないの。この人だけは見えないの。ところで、君の名前は何だっけ？タウゼントだよ。なんだ、もうそんなに増えたんだね。フィオツェーンとツバンツヒがいなくなっちゃったよ。一番お兄さんだったなのに、きっとだからダメなんだよ。大きくなっちゃったらダメだってムッターが言ってた。僕たちは大丈夫？わからない。けど、大きくなりたくないね。このままがいいね。この泉にずっといたいね。ねえ、君の名前は？何番？僕はもう、そういうのじゃないんだよ。前にタウゼントが数字を気にするようになって止まっちゃったんでしょ。うん、なんだか変なことを言ってたの。ここはお墓だって。変だよね。変だね。血管がある子の言うことはよくわからない。で、君の名前は？マリーネ・ブラウ。色なんだね。うん、色なんだよ。僕から以降はそうなるらしい。わかったよ。クリューンが生まれたら僕たちは。なんだって？なんでもないよ。Thank you.
ゴルト。なのに別の名前がある。イザーク、イザーク、怖いイザークくん。一番年下なのに一番怖い。誰も彼をゴルトと呼ばない。近寄りたくない。だけど嫌われたくない。イザークに嫌われたら全部終わっちゃうんだって。みんながみんな知っていた。でもイザークは僕らを見てない。イザークは何も見てない。その目はなんだかおかしくて、角度を変えれば金の色に見えたんだ。この泉を干上がらせる太陽みたいに。父親にそっくりだって僕らのムターが泣いていたんだ。だからこそ僕らはゼルバを仲間と思った。彼にも別の名前があったけど、ヨハン、ヨハン。かわいそうなヨハン。イザークの弟なのに全然似てない。誰も彼をゼルバと呼ばない。友達になろう。一緒にいよう。君も出来損ないなんだから。イザークが生まれるためだけに僕らは存在したんだから。ねえ、なのにどうしてヨハン。僕らは同じ泉の子供で同じ失敗作なのに。どうしてヨハン、君一人だけが生きてるの。
いそうなイザーク。一人ぼっちのイザーク。友達がいなくて、ムッターにも怖がられて。ヨハンにさえ逃げられたイザーク。君は一人だ。誰もいない。怖がってごめんね。仲間外れにしてごめんね。みんなで君のところに行くから。僕らは同じ泉の兄弟だから。だけどそれじゃあ、今度はヨハンが一人ぼっちになっちゃうから。あの子も引きずっていくから、許してね。逃がさないから。連れていくから。お願い、イザーク。どうか僕らを嫌わないで。君に嫌われたら全部終わっちゃうんだってみんながみんな知っていた。さあ、着いたけど、出迎えはないのかしら？